過去の栄光にしがみついて生きるクソじじい証です。で、毎度再生数が増えるのはビーズってタイトルに入れたら伸びるってことに気がついたんで、とりあえずビーズの話をしようかなと思うんですけども、曲っていうかメロディーラインの話で、ビーズの曲っていうか、まあだから松本さんが作ってる曲っていうのは A メロ、歌い出しのメロディーのインパクトっていうのにすごい、だから彼は命を懸けてるっていうか、普通割とそんなに普通の作曲家の人たちっていうのはそこまで、なんかサビの頭とかそういうところのインパクトっていうのすごい考えるんですけども、彼の場合はおそらくだからサビ頭と同じぐらい A メロの頭のメロディーっていうのをすごい考えてて、この話をしようかなと思ってたのが、いろんななんかレッスンだったりとか、そういうようなメールとかでいただいたような音源とか、そういうふうななんか皆さんのお寄せいただいた音源を聞いた時に思ったんですけども、歌い出しのメロディーっていうのはなんとなく始まるのが多いんですよね。ダラララーとかね、なんかね、ダララーとかね、ダララーとかね、ダラッダラッダーみたいなね、そういうなんかこう、ダラッダラッ、4度以上の動きはそんなになかったりするんですけどね。インパクトがあるっていうのは4度以上の動きなんで、今のだと、まあ、ブローインじゃないですか。ダラッダラッダーってのは、それがものすごいインパクトがあるから、エンディングでもダラッダラッダーってのがリフレインになったりとかする。それぐらいだから、そのエンディングでもリフレインになるぐらいのやつが A メロの頭にある。なんで、ファイアボールとかになると、ダラッ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 ダーって、サビ頭と A メロ一緒なんですよ、あれ。おそらくキーは違うと思うんですけども、同じメロディーを悪く言えば使い回してる、同じメロディーでやっても大丈夫なんじゃないかなっていう、あれもだからある種なんか実験だと思うんですよね。だからあれはサビ頭とエメロが一緒じゃないかってなんか文句言われてるって話はあんまり聞いたことないんで、そういうふうなのとか、もう本当になんかその松本さんの作った曲ってのは歌い出しのメロディーのインパクトっていうのはものすごくあるんで、曲を作ってる人たちっていうのは歌い始めだから、そのサビ頭がみんな一生懸命やるっていうのはわかるんだけども、それと同じぐらい A メロの頭のメロディーのインパクトっていうのをすごい考えて、 A メロの頭とこうサビの間の B メロでどう緩和するかっていう、だからここで掴んで、ここで、まあ、要はだから緊張と緩和なんですよね。だから落語と一緒なんですけども、落語とかお笑いというのは全部なんかそういう緊張と緩和っていうものの連続でお笑いっていうのができるっていうので、まあ笑いもだから音楽も幸せにつながるっちゃ同じことなんで、そう、まあ要はだからメリハリってことなんですけども、 A メロの頭とサビの頭のインパクトの間で B メロでどれだけ癒すかみたいな、なんかね、アップダウンアップみたいな、こういう感じ。普通だと弱中強みたいな感じ、 A メロからだんだん盛り上がってくるみたいな感じなんですけども、なんか松本さんの曲の作り方はだからアップダウンアップみたいな、こういう感じなんですよね。それがだからすごいなんかよくできてるなみたいなのを当時からいろいろ考えてたんで、ビーズの曲は最初がすごいっていう、こうタイトルの動画を作ってみたりしました。こんな感じのいろんな話とか、まあこれはだからインパクトがあるかどうかとか、そういうような話とかはなんか個別のレッスンだったりとか、なんかいろんな悩みがあったりとか、まあ僕に話をしたいとかっていう方はメンタルの方のサイトでもいいですし、まあどっちでもいいんですけどね、結局ね、僕は行くわけなんで、別にそれによって服変えたりとかもしないですから、まあとりあえずそういうので有料のコンテンツをこうお買い上げいただくとありがたいかななんて思ったりなんかしつつ、まあ気になったところを切り張りしてください。皆様よろしくお願いします。はい、では今日もクソジジイでした。ありがとうございます。この話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね1000人超えるとなんかいろいろといいことが起こるので なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。